い、皆さんこんにちは、ナイロン番組のナイロンです。今回ですね、あのナイロンスクイーズショップに飾るスクイーズの収納法を紹介していきたいと思います。新しいです。あのいつもはあのカゴにつけてるんですけど、今回はお店屋さんっぽく吊るしたいと思います。買ったものはあのみかんのさ入ってるやつあるじゃないですか、これと、あとこれパッと見ながらゴキブリっぽいんですけど、これ止めるやつですね。日常で使わないようなものをでもあったら便利だなってものを売ってるところで買いました。で、両方とも100個入りになります。100個も使わないんですけど、これしかなかったんで。で、今回はこちらの子たちを収納するんですけども、これみかん入れるやつなんですけども、今回みかんないです。これみかんに見えるけど柿ですからね、柿。 OK? ちょっとした豆知識、みかんのあのやつと一緒のやつもありましたよね。で、これみかんのやつでできるんですけど、こうやってくるるるるって巻いてくるじゃないですか。なんということでしょう、リンゴですね。これリンゴスクイーズリンでできるわけですよ。見てください、これ伸びますよ、ちゃんと。伸びます。はい、本当にゴキブリみたいなんだけど気持ち悪いな、なんかおじめりっぽくない。はい、じゃあそれでは詰めていきましょう。桃からいきましょうか。あの今思ったんですけど、これ見栄えも悪いし、多分これを水すくいのこの中に入れてでぐしゃっと潰したらすくいしボールみたいになると思うので、そうしていきます。全部出していきます。あの今気づいたんですけど、多分これも今動画みたいに流れてますよね。あ、ごめんなさい、ちょっと見えなくしたって。メロンです。あの今日多分これ入れても多分まだこの子は動画流れてると思うんですけど、あ、気にしないでください。メロンです。はい、塗りまく戻しました。じゃあピーチからいきましょう。これね、はい、すごい、見て見て見て、すごい、プルンプルン。はい、1個。あ、ダメだ、これなんない、細かすぎてならない、スクイーシーボール。あ、ごめん、やばい。ちょっとこれ入れてからいいですよね、全部入れてからいいですよね。見えた人はすごいよ。クレーンゲームでさ、あ、違う、ガチャガチャだっけ、あのみかん3つ入ってさ、なんかプリプリしちゃうとか硬いやつとかさ、そういう感じで、なんかそれの巨大版みたいな。かわいい、完全にかわいい。これなんか通して、これなんということでしょう、これただ真ん中にこれを通してピュッとするだけで完成しちゃうわけですよ。はい、これはまあ後で切ります。あ、やばい。やばい、これあんまやんないほうがいいです、ね、ごめんなさい。破けました。オーバーナース。ちょっとこれもう桃ちょっと入るより、ネット破けたんですよ。ネット破けるぐらいはどうでもいい、100本もあんだから。スクイーズ、いや、ちょっとこれダメになっちゃった。ここがこれかな、ちょっとここがね薄くなっちゃったんで、もうこれ焼くやつにしましょう。こちらの桃ちゃんも、はいよーっと、多分ちょっとピュッてやっただけで多分もう壊れます。焼くやつに巻きましょう。多分スクイーシーボールぐらい周りが熱くなきゃダメなんで、ちょっと無理があったね。ちなみに、はい、今見えたの分かると思うんですけど、まあ、これはまた別の時にやるんでね、楽しみにしてください。これ入れる作業だるいね。今のをちゃんとネットに入れたら成功すると思います。それじゃあ、ちょっとめんどくさいんで、バン、じゃじゃーん、できました。すごくない、これ八百屋さん置いてあっても多分これおばあちゃんとか買いそうだよね。なんか、え、じゃあこれくださいって食べた人ウィズスクイーズだったとかね。はい、こんな感じで、かわいいね、こんな感じ。メロンちゃんもこんな感じね。でグリーンマークつけましょうか。こうしたらいい、面白いですね。みかんがやっぱみかんっぽいね。あ、トマトもいいね、これね、かわいいね。はーい、ノエノンの新作スクイーズ。それではお出せのタイムに入れましょう。キャベバイ。